まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが淑女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、淑女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージュナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小者たちが、この永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて。彼らの短い人生からしたら、それはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと、間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想は、この世で最も高貴で純粋なもの。それに比べれば、あんたの言ったものは、取るに足らない、必要な犠牲に過ぎないわ。決着？私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でも、あんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に、わかってるのかしら。あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り、御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの？あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も、実力もね。あ、わかりました。まさか、そんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ。これは私にとっても予想外の手。でも敗者は、死ぬのよ。わかってるのかしら。旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。岩山八九くらえ。はっぜみんながそばにいてくれるわ。難攻不落火炎よ燃やし尽くせ。よくもこの私に。執行官の権能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。難攻不落くらえ。蒼白の炎は今に燃え続ける。
炎で剣氷を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。ふん、剣女万弱、燃えろ。懐かしい痛みが燃えてるわ。あんたにもわかる。みんながそばに。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。